フランシスコ・アントニオ・マチャドモタ・カステロ・トリンコンは、ポルトガル・ビアナド・カステロ兼、ビアナド・カステロ出身のサッカー選手。ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは FW。ユース時代は、FC ポルトなどで過ごし、2015年に SC ブラガに入団。翌2016年に B チームに昇格し、4月2日のリーガプロの SC フレアムンデー戦で、プロデビュー。 2017年5月7日の FC ポルトビー戦でプロ初ゴールを決めた。さらに2017から18シーズンは30試合5ゴールを記録。2018年7月にはブラガと5年契約に合意した。2018から19シーズンにトップチームに昇格。2019年1月3日の CS マリティモ戦でプリメーラリーが初出場。 同年12月13日の UEFA、ヨーロッパリーグ2019から20グループリーグ戦のケースロバンブラチスラバ戦でプロ初ゴールを決めた。2020年1月31日、FC バルセロナと5年契約を締結し、2020から21シーズンより加入することが発表された。千二十一年二月七日、第十二節のレアルベティス戦で移籍後初ゴールを、 決めた。2021年7月4日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に、買取オプション付きのレンタル遺跡で加入することが、発表された。2015年から各ユース世代のポルトガル代表に、随時招集。2018年には UEFAU-19、欧州選手権で U-19 代表で出場。8試合5ゴールとエース級の活躍を見せ、 大会優勝に導いた。ありがとうございます。